ら曲げます。で、シャフが着底したらある程度巻いて竿を上に置きます。で、それでゆっくりゆっくりこの穂先を見ながら、竿先がちょっとこう曲がる、ちょっとお辞儀するぐらいのところ、ちょっとこれで今竿先がキュッと曲がりました。で、ここまで、一直線になっている状態になっています。で、これで当たりを待ちます。